肥後嵐優太は、熊本県熊本市北区出身で、木瀬部屋所属の現役大相撲力士。本名は、塚本優太。身長182センチメートル、体重168キログラム。最高位は、東幕下2枚目。アマチュア相撲の実績を有する弟子が多い木瀬部屋に、あって、入門前には珍しく相撲を経験がなかった。熊本市立北部東小学校一年から、 熊本県立か元高等学校まで柔道を続けるも、高校は1年生の10月に一心上の都合で中退。半年ほど途方に暮れていたところを当時九州場所で熊本県に宿舎を置いていた木瀬部屋と縁があって入門が決まった。本人は入門に不安があったものの自己改革のために決断したという。入門当初について高校を中退して、 半端者だったから師匠はあまり期待していなかったと思う。と自重していたが、ガガマルをはじめとした関取6人の他に、アマチュア相撲で鍛えた幕下の気鋭など稽古相手に恵まれたことで、反骨精神を磨きつつ、実力を伸ばしていった。初土俵となる2006年5月場所から2008年、5月場所まで本名で土俵に上がり、2008年、 7月場所から日後嵐を名乗るようになり、現在に至る。初土俵から3年足らずの2009年1月場所に、新幕下となる東幕下53枚目の地位に昇進するなど、滑り出しは上々であったが、その後2年間は、自己最高位を更新できず3段目と幕下を往復していた。そんな時に日後嵐は自身と、体型や誕生日が似通った感性が、 医ようで停滞している様子を目の当たりにして、自分は健康体なのだから負けていられない。と奮起した。そうして2011年1月場所に東幕下55枚目の地位で4勝3敗。翌5月場所は西幕下47枚目の地位でまたもや4勝3敗。続く7月場所は東幕下29枚目の地位で5勝2敗と、勝ち越しを続け。 1>, 1月場所から次々と自己最高位を更新した結果として9月場所には西幕下15枚目まで地位を上げた2011年に入ってから幕下から陥落することがなくなり2013年5月場所には自己最高位を西幕下7枚目まで更新した上で4勝3敗の成績を残し翌7月場所は勝ち越せば関取昇進の可能性がある 西幕下5枚目まで昇進した。2014年1月場所は東幕下21枚目まで交代していたものの、6番相撲を終えた時点でこの場所の幕下において、ただ一人無敗となり、最終的に7戦全勝の単独優勝を飾った。この活躍を見ていた父がガードマンに制止されながら、末席から身を乗り出して花道へ引き上げる自信を祝福した様子も伝えられた。 翌、3月場所は自己最高位を東幕下2枚目まで更新。その3月場所で勝ち越せば関取昇進の可能性も、つかめたが5番相撲で会えなく、負け越しを決定させてしまった。それでも6番相撲と7番相撲で白帽子を収め、3勝4敗と食い下がった。同年、7月場所は1勝6敗の不審に終わり。 続く9月場所は場所中に腰を痛めて3番相撲から6番相撲を休場するなど不調に苦しんだ。特に9月場所で腰を痛めた際には1週間ほど歩けず終わったなと思ったといい、東幕下49枚目まで地位を交代させた、11月場所は直前まで満足な稽古を積むことができない状態で迎えたという。本人曰く回復は8割くらいという中で迎えた。 11月場所であったが、同年、1月場所と同様に幕下でただ一人7戦全勝の成績を上げる形で、自身二度目の幕下優勝を果たした。しかしその後も重量昇進を果たせておらず、2回以上の幕下優勝経験がありながら関取在位のない唯一の力士となっている。2021年5月場所終了現在183センチメートル、 173.7kg で、ムで、アラ嵐とほぼ同じ体格。青年月ピ九1989年8月25日で、誕生日はヒゴ嵐よりわずか5日遅れであった。ヒゴ嵐二2度目の幕下 V10 両昇進あと一歩 NIKKANSPORTS.com2014 年11月21日16時30分。ありがとうございます。